では加藤先生、よろしくお願いいたします。はい、樋口先生、過分なご紹介いただきありがとうございます。九州大学の加藤と申します。それでは早速始めさせていただきます。スライド大丈夫でしょうか。はい、それで今日コロナ禍で、身近な人や、自分自身がうつや病的な引きこもりにならないためにできることということで発表させていただきます。今日の話は今日時間的には45分ぐらいということで、ただちょっとスライド的にはかなり盛りだくさんの内容を入れましたので、かなり駆け足で紹介させていただきたいんですけど、今日の内容はこのメンタルヘルスファースト、心の応急処置に関してですね、これは専門家ではなくて皆さん専門家ではない立場としてもできることに関して少し紹介させていただき、すぐ明日にでも活用できるエッセンスを少しでも皆さんにお届けできればと思っています。今日まずうつ病、皆さんご存知のことだと思いますので細かくは述べませんが、自殺の最大のリスクと言われておりまして、日本でも多くの方々がおられます。で、経済損失も大きく、で、後ほど少し述べますけど、現代型、新型というのは最近の若い方においうつとかですね、でこのうつの遷延が引きこもりにつながるということも我々見出しています。そして今社会的にも大きく注目される引きこもりですけど、おおむねこの6ヶ月以上にわたり、自宅に引きこもっている状態と言われています。で、日本では110万人を超えですね、かなり経済損失が大きいと。で、併存、やはりこのうつ病の併存とかですね、その他不安障害、こうした中で、世界的にも広がってきていると言われています。で、特に今のこのコロナ禍において実際なかなか外出できないという状況、こうしたことが、うつ引きこもりに大きな影響を与えかねないと考えています。実際今我々の研究でもいろんなライフイベント、あるいはこうしたことで、抑うつ不安で、こうした時にですね、一過性の安堵あるいは安心感を得るために、回避してしまう、逃げる行動、これが引きこもりのきっかけであるということがよく言われています。で、徐々に孤独感が増して、ネット依存とかになって、でこうしたことが二次的に家庭内での問題、虐待、自殺にもつながると懸念しています。で、現在の今のコロナ禍というのは実はもちろんこうしたライフイベント、ストレスになる、加えてですね、その外出自粛ということで、もうすぐにこの引きこもり予備軍を作ってしまっているというこちらが大きな問題かと思っています。で、従来の精神医療システムでは、実際精神科病院クリニック多くありますけど、なかなかですね、恥意識偏見等があってなかなか受診できないという方もまだ多いのではないかと思います。ですから精神科に行く前に皆さん自身ができること、会社の中でですねできることに関してやはり大事かと思っています。ただ実際身近な人の心の不調サインに気づいたとしても、どうしても私たちこういう態度を取ってしまいがちです。これは私が専門としている精神分析学会がプラハであった時のロゴなんですけど、いわゆる見て見ぬふりをしてしまうっていうことです。で、今日はこの見て見ぬふりをすることから、第一歩次のステップに行くっていうコツをお話ししたいと思います。で、それがこのファーストエイドなんですけど、人が倒れたり火傷したり熱が出た、こうした場合病院に行く前にやることっていろいろあるわけですね。しかしながら心の不調が出てきた場合に、すぐに身近なところでできること、これは実は私たちの教育の中でなかなかこれまで成し遂げられていなかったことです。眠れない時どうしたらいいか、憂鬱な時どうすればいいかと。で、ここでメンタルヘルスファーストエイドっていうのが2000年にオーストラリアで開発されました。で、これはこのお二人の精神疫学者のトニーさんとベティさんという看護師さんですね、2人ご夫婦が開発したもので、一般の市民がですねメンタルヘルスに関する知識、特に初期対応法を学ぶプログラムで5つのこのリハーサルっていうアクションプランを12時間で身につけようというプログラムです。身近な人を適切に評価し、情報を提供し、専門家につなぐと
というもので、今日もこの一部をですね、まあ、30分ぐらいでちょっと紹介したいと思います。ですから、精神科的な支援、心の支援は、まあ、精神科医がですね、診察室に待っているだけでは、まあ、不十分で、やはり周りの方々がこうした、まあ、ゲートキーパーとなってですね、つないでいくということが何より重要になってきます。で、今日はまあ45分のレクチャーなのであれですけど、我々、まあ、医療職向けとかですね、企業向け、あるいはもうより一般向けのこうしたプログラムをやっています。で、この5つのステップというのが、声をかけてリスクを評価し、支援を始めましょう。で、決めつけず、批判せず話を聞きましょう。安心につながる支援と情報を提供しましょう。で、専門家のサポートを受けるよう進めましょう。で、その他のヘルプやセルフヘルプ等のサポートを進めましょうと。これ、まあ、覚えやすくですね、リハーサルっていうふうに我々しています。で、今こちらは海外ではですね、まあ、かなり普及活動が盛んになっておりまして、これだいぶ前のスライドですけど、今でもですね、我々のこのメンタルヘルスファーストエイドの事務局にはですね、各国からいろんなこう講演、その実施依頼に、外資系の企業でしたら日本支部がありまして、そうしたところで研修してほしいということがもう毎週のように届いています。で、まあ、このようにウィリアム王子さんとレディー・ガガさんがですね、まあ、そろそろ心の不調について話すのが当たり前のことだと感じてほしいという、まあ、こうしたメッセージであるとか、まあ、誰かに打ち明ければ心が楽になるということもメッセージとして送っています。で、2007年に私たちはメルボルン の, このベティさんですね、開発者のもとに行きまして、このプログラムを今日本に導入し、日本での、まあ、こうした普及啓蒙活動を行っています。で、これ、まあ、先ほど言ったように、これ大事なのは、この一般の方を対象にしてるっていうところなんですね。で、今日は短時間ですけど、これ12時間のコースを受けますと、こうした認定コースですね、認定者になりまして、さらに研修を積みますと、インストラクターになることもできます。ですから、今日はお聞きして、より積極的に、まあ、学んでみたいということがおられましたら、メンタルヘルスファーストエイドジャパンのですね、ホームページをご覧になっていただきたいと思います。会社員向け、今日会社関係の方が多いと思うんですけど、まあ、こうしてですね、まあ、DVD 見たり、まあ、レクチャーして、最後にロールプレイやることが多いんですけど、ロールプレイやることで、参加者がですね、より周りの方の具体的対応ができるようになります。で、今、まあ、うつ病、不安障害、統合失調症、まあ、様々なものを含むと、4人に1人ぐらいが心の不調を抱えると言われています。しかしながら、まあ、先ほどから申したように偏見、恥ずかしさのために、まあ、なかなか精神科受診につながらないという、ですから社会全体として一人一人の意識改革、改善が必要です。で、例えばうつ病に関してはですね、まあ、こうしたイメージを持たれている方もまあ少なくないわけですね。で、精神科に対しても、まあ、こうしたイメージがありますと、どうしてもなかなか受診できないということがあります。そこで、まず我々やはりうつ病、そして、まあ、今日テーマ自殺に関してもきちんと正しい知識を持つことが大事だと思っています。ただこのうつ病センターのレクチャー講演会ではこれまで多くうつ病の話は聞かれたことあると思いますので、ここはまあかなり駆け足でお話します。まあ、うつ病の症状、まあ、代表的な症状を入れてますけど、まあ、抑うつ気分、意欲低下、まあ、その他さまざまな症状が出てきます。要因としても、まあ、このように様々なんですけど、現在のコロナ禍ではですね、こうした様々なところでうつ病の要因、リスクを上げているというのが現状です。で、この自殺患者、自死患者もですね、最近まで減ってたわけですけど、まあ、近年、まあ、この 1,2 年でまた増加の方向に転じております。特に日本ではこの失業率とですね、パラレルに動くということも言われてますので、今特に大きな問題かと思います。で、自殺と、まあ、心の病気の関係としては、このように、まあ、うつ病にも思っていた、あるいはアルコール依存があったという方が、それ以外さまざまな精神疾患を背景に持っていたという方が自殺されるってことが分かっています。特にこのうつですね、重要です。で、そこで今日からですね、このメンタルヘルスファーストエイドのアクションプランを
紹介しますので、まあ、これをぜひ日々 の周りの方のサポート、あるいはご自身のですね、ケアに役立てていただきたいと思います。会社とかでですね、なんとなくこうイエローサインを発している人、まあ、そういう場合に、どうしても私たち普段こう見て見ぬふりをしがちですが、まあ、その時やはり声をかけていただきたいと思っています。で、うつの人っていうのは、よく私、医学部の学生さんとかに、うつ病の人はまあどのように見えるんでしょうかっていう形でこのスライドを出すんですけど、実際的にはですね、特に初期段階においては、まあ、こんなにですね、分かりやすくないんですね。まあ、そのことをまず知っておいていただきたいと思います。意外とまあ元気そうにしているっていう方が、実はうつ的な気持ちに陥っている可能性もなくはないと。で、特に日本においては、この、まあ、顔で笑って心で泣くっていう美徳を私たち持ってますから、まあ、本当に辛くてもですね、人前でネガティブな気持ちを口にするなんて恥ずかしい恥だという気持ちが湧きやすいです。で、うつの場合にはですね、まあ、このように、まあ、体の不調から現れるという場合が非常に多々あります。ですから、これがまあイエローサイン。ですから、会社員の方で体の不調を出してきた。これもしかしたらうつ病サインかもしれないと思うことが重要です。実際にですね、うつ病の方が、まあ、最終的にうつ病と診断された方がですね、どういう症状を訴えるか。まあ、睡眠障害、疲れ、肩こり。これは本人が訴えた症状ですね。実際にはですね、この下の気持ちの症状に関しては、ほとんど本人訴えないんですね。ですから大事なのは、周りの方が聞いてあげることで、ようやくうつの症状というのが周りに伝わるということも言われています。積極的にやっぱ聞いてあげるっていうことが大事です。で、ここでこのリハーサルが大事なわけですけど、このイエローサインはですね、今言ったようなまあ体の症状、まあ、その他こうしたミスが多くなるですね、あと食欲が減る、人付き合いが減る、でサポートを求めなくなったり、まあ、逆にですね、不自然なほど明るく振る舞う、これももしかしたらイエローサインかもしれません。で、じゃあこうした方にどうアプローチするか。例えば残業でたまたまいたとき、あるいは今だとメールとかですね。で、あと何より今大事なのは、この定期的な面談、まあ、個人面談できるようなシステムを日々の日常の業務に入れておくということが大事です。そういうのがあれば、不調サインにですね、すぐに声かけできます。ですからね、ここがまあ結構大事ですね。では、まあ、こうして、なんか不調そうな方にどう声かけるかですけど、まあ、こういう形でですね、よく寝れてますかとかですね、まあ、遅刻した社員に叱責するのではなく、もしかして寝れてないからこういう状態になってるんじゃないかということで聞くことですね。でも、あ、こういうことってよくあるんだよと伝えてあげる。で、そういう形で、やっぱりうつ的なイエローサインが出てると思ったら、まあこれは最後の最後でいいんですけど、まあ自分を傷つけるようなことがないか、あるいは死にたいと思う気持ちがないかっていうのを聞くようにする。これをファーストエイドで、重要にしているところです。あとは、これはインターネット等でもダウンロードできますけど、PHQ9、心と体の健康表。これですね、9項目ありまして、これ自分でつけることで、まあ、ご自身の、まあ、抑うつ状態、でこれをまあ書いてもらうことでですね、ある程度の抑うつ状態が評価できます。で、次のステップ、話を聞き、コミュニケーションを取りましょうのところですけど、まあ、傾聴ですね、いわゆる。ここには場所と、まあ、時間と、まあ、人というのが大事になってきます。で特に、まあ、会社ではですね、まあ、皆さん忙しい、まあ、そういう中でどうやって傾聴するかというのは大きな課題です。で、まあ、私たちが提唱しているのは、まあ、いつもよりやっぱりなんか調子が悪そうだ、どうしたんだろう、でもこっちも忙しい、
まあ、そういう時に、なんか10分はまだあるぞと。そしたらですね、この今から10分この人のために使おうという心づもりをしていくことが大事です。で、その時に、ちょっと戻りますけど、その時に、3時からまあ会議はあるんだけど、10分お話、ゆっくり話せるけどどうかなみたいな、こういう声かけをすることが大事ですね。で、こっちの時間の限界も伝えておかないと、まあ、10分のつもりがですね、結局1時間聞いちゃった。なると、ご自身の業務にも支障がきます。ですから、自分の時間の限界も伝えつつ、あの話を聞いてあげると。で、そうした中で、不調な方は、こういう発言が出てきます。もうダメだとかですね。もう死にたいぐらいしんどい。まあ、こうした場合に、どうレスポンスするか。で、私も以前よくやってましたけど、まずすぐにですね、打開策を提示する。いやー、ダメなことはない。こうしたらいいじゃないかっていうアドバイスをすぐにやっちゃう。ただ、ここでは大事なのは、まずですね、相手が言うことを、まあ、相槌を打ってきちんと聞いてあげる。で、さらに、まあ、こうした、まあ、いわゆるネガティブなワードが出てきた時ほど、まあ、繰り返す。もうダメだって言ったら、もうダメだと思ってしまうんですね、と。とことこの繰り返しを入れてあげてください。で、さらに、効果的なのが、その時に、感情、気持ちの言葉を入れてあげる。もうダメなんです。もう死にたいぐらいだって言ったらですね、ダメと思って死にたくなるぐらい、まあ、お辛いんですね、とか、苦しいんですね、辛いんですね、という、まあ、こうした、傾聴の基本ステップを踏んだ上で、アドバイスをあげるということが、まあ、大事ですね。で、次ですけど、この、安心につながる支援と情報提供する。これ3番目のステップで、これが実はかなり難しいですね。まあ、多くの人が、なかなかでもそんなこと言えませんって言いますので、このファーストエイドのワークショップでですね、まあ、こういう形で伝えることを提唱しています。まあ、私は、まあ、専門家じゃないから詳しくわかんないんだけど、まあ、最近参加した研修会で、まあ、うつのことを聞いたんだけど、まあ、その症状と、まあ、なんとかさんの今の様子はなんか似てんだよね。もしかしたらうつっぽくなってんのかもしれませんよと。で、うつは、まあ、このステルス社会では誰でもなりうる病気で、まあ、うつと聞くと驚くかもしれませんけど、今は薬などできちんと治療すれば良くなるんだよと。まあ、こういう形ですね。で、ここで伝えるべきポイントは、まあ、うつはですね、まあ、きちんとした、まあ、病気なんだと。医学的にきちんとした病気で、まあ、珍しくないんだと。弱さ、性格の問題ではない。ましてや怠け病ではないんだと。このやる気を障害する、まあ、病気なんです。で、この青の部分が重要で、まあ、効果的な治療法がありますよと。医師カウンセラーから良い助けが得られる。多少時間はかかるかもしれないけど、適切な治療を受ければきちんと良くなるっていうのを、望み、希望が持てるようにですね、伝えてあげるってことが大事です。時々いるんですけどね、患者さん、まあ、周りの方、うつうつしてると、こちらの方もうつうつとしたペースで、こう、伝えちゃう。ただそうするとですね、希望が持てなくなるので、特に後半の部分はですね、まあ、自信持ってっていうか、良くなるんですということはきちんと伝えてあげてください。で、よく言われるのが、相手にうつ病って言っていいんですかっていうことを言われます。で、確かにうつ病っていうのは、まあ、最初にお見せしたように、まだ偏見を持たれている方がいるかもしれません。ですから、うつ病だっていうよりは、まあ、うつっぽくとかですね、心が疲れている、心の栄養不良っていうような言葉に置き換えてもまあ大丈夫です。そちらの方がいい場合も多いと思います。であとは、まあ、うつっていう言葉を使わずに、なんとか、まあ、不眠とかですね。特に不眠の場合には、精神科、心療内科が専門で相談に乗ってくれるんですよ、と。まあ、こういう形でつなぐっていうことも手かなと思います。で、あとですね、職場でよくあるのが、まあ、自分の経験談。まあ、例えばですね、海外旅行に行ったら良くなるよとかですね。まあ、今は全く無理な、そうした経験談をまあ話すと、特に若い方
人はですね、まあ、説教されてんじゃないかと、ダメ出しされていると、まあ、思いやすいので、まあ、ご自身の経験談を話す場合には少し慎重にされてください。で、あとよくある質問で、まあ、そうして話聞いてると、あれ相談に乗ってると、まあ、攻撃的になったり、被害的になったりする場合にはどうしたらいいですかっていう、まあ、こうした場合にもしかしたらこの新型うつ、あるいはこの現代型うつっていう可能性があるかもしれません。で、この新型うつ、現代型うつね、まだきちんとした医学用語にはなってないんですけど、いわゆる本人はですね、自分は重い病気で休みが必要だと自覚していますが、周りはそうした症状は職場、あるいは学校だけで、その以外は割と元気と。で、このような特徴ですね。ただ大事なのは、まあ、自殺される方もいなくはないというわけで、我々きちんとやっぱり対応すべきことだと思っています。で、これはですね、ちょっとビジーなスライドですので、まあ、古典的なうつの方にはですね、やっぱり休養を最初からきちんと進めて、あとお薬がよく効くんですね。で、他方で今のような、まあ、特に若い方に多いようなうつに関しては、お薬だけではなかなか効果乏しい場合もありますので、まあ、先ほど寺尾先生がおっしゃってたリワークですね。リワークはですね、非常にこう効果的です。なので、この集団精神療法とか、関わり方を学ぶっていうことが重要になってきます。で、これは我々この新型うつ、現代型うつの、まあ、性格傾向をですね、簡便に評価するためのこう質問表というのも作っています。例えばですね、この周りから休むように言ってもらいたい、自分も傷つきやすい人間だ、社会人とか学生という枠にはめてほしくない、あるいは周りの人のサポートが足りない、調子が悪いとき休むのは当然だ、あと世の中には無駄な決まり事が多い、まあ、こういうのでですね、ただ若い方っていうのはですね、往々にしてこういう傾向を持ってます。私自身も10年ぐらい前はこういう傾向強かったなと思うんで、こういう傾向があるからといって、そこをまあ責めないということも大事です。で、まあ、我々の研究で一つ明らかになったのが、新型うつの方の特徴で、まあ、回避的、不平不満が多い。これ皆さん気づくんですけど、もう一つ大事なポイントがですね、この自己肯定感の低さ、自尊心の低さ、自信のなさ。で、ここがまあ我々の大きな発見だと思うんですね。皆さんもこうした方がおられた場合には、この不平不満、攻撃の背景に自信がないんだと、本当は心細いんだというところに配慮してあげるとですね、割と対応しやすくなる。ですから、こうした方にはですね、やっぱり積極的に褒めてあげる。まあ、できたことをきちんと言葉で褒めてあげると、これはですね、その新型うつの予防、まあ、うつの予防になるかと思いますね。で、次は、専門家のサポートを受けるように進める。で、例えば、まあ、傾聴してですね、で、最後にこういう言葉を伝えます。まあ、私は専門家じゃないから詳しくわかんないけど、もしかしたらうつっぽくなっているのかもしれませんよと。で、うつであれば、精神科、心療内科や、で、薬とかカウンセリングで良くしてくれるんですよ。で、一度行ってみませんかとかですね。あるいは、今日多分保健師さんも参加されてると思うんですけど、ストレスが溜まって、なんだかうつっぽくなってるんじゃないかと心配ですと。一人で抱え込むよりも、お医者さんとか専門家に相談した方がいいと思います。まあ、ここには保健師さんがいつもいて、そういう相談にも乗ってくれるんですよ。今から相談してみませんか、一緒に行ってみましょうか、みたいな、まあ、こういう対応ですね。で、次の、まあ、その他のヘルプや、セルフヘルプなどのサポートを進める。まあ、精神科医療、精神医療はですね、精神科医だけが全て担うというわけではなくて、まあ、特に今はですね、まあ、地域全体で対応すると。まあ、友人、家族の存在、そして地域。この会社ですね。会社の人間付き合い、会社の組織での支え、非常に大要です。その他、まあ、経験者ですね。あと、まあ、自助グループ。で、今、様々なセルフヘルプ教材があります。で、まあ、アルコール
うつになるとですね、アルコールに走りやすいんですね。まあ、特に初期において、まあ、寝れなくなる、まあ、そうした場合に自己治療としてですね、アルコールを飲む。ですからちょっとその辺は留意していただきたいと。で、まあ、ただ自己治療というか、この自分でやっぱ気晴らしみたいなのを持ってるってこともまあ大事なんですね。皆さんお持ちでしょうか。まあいろいろあるんですけど、まあこういう、まあ自分なりのですね、まあ、気晴らし法、息抜きをもう一回ちょっと再発見していただきたいと。特にこのコロナ禍でなかなかまあ外出できませんから、まあ、こうしたものをもう一回今始めてみる。これがうつ病予防、あるいは病的な引きこもりの予防になるかと思います。まあ、先ほど紹介したメンタルファーストエイドの本のですね、まあ、最後の部分に、島根県の小原先生、センター長がいるんですけど、小原先生がですね、こうした息抜き方法のリストを作ってますので、まあ、ご覧になっていただければと思います。で、やはり周りの人が支援してくれてるって感じてる職場に行った人の方がですね、まあ、回復に向かいやすいと言われています。からまあ、やはり、まあ、うつ病等で、まあ、休職される方いると思うんですけど、まあ、そうした方に、まあ、どう対応するかということは、まあ、非常に重要です。で、休職者が出た際に、まあ、理想的にはですね、まあ、休職者が出る前に、まあ、会社、職場全体でこうした場合にどう対応しようかということを、まあ、共通認識として持っておくことが大事ですね。で、まあ、復職時に、まあ、あなたの状況、あなたが今、うつ病で休職しているという状況をどこまで同僚に伝えたらいいでしょうかということを尋ねてみた方がいいと思いますね。で、その際に、まあ、あなたにきちんと療養してほしいので、周りも協力したいと思っていると思うので、っていう具合で、まあ、場合によってはですね、やっぱり皆さんにうつのことを知ってもらうということが大事だと思います。で、よく復職の失敗例というかですね、また再、入院とか再休職になる方で、やっぱあえて職場としてはですね、気を使って、まあ、同僚とか周りにはうつのことを伝えなかった。そうするとですね、周りもなかなか配慮したくても配慮できない。でも復職した方がもううつ病っていうのを皆さん知っていたらですね、まあ、気軽に声かけれるんですね。今日はどうだいとかですね、またちょっと疲れ溜まってんじゃないと。そうしたまあ、あったかい雰囲気の職場を作るってことも重要かと思います。今日は時間が限られてますのでやりませんけど、実際のメンタルファーストエイドのワークショップでは、まあ、こうしたシナリオをですね、参加者に今読んでいただいて、より具体的な対応法を身につけていただきます。で、今オンラインでもこうしたまあ研修会やってますので、興味ありましたらホームページでちょっとご確認ください。で、実際これは福岡県にある、まあ、北九州市にある企業でですね、私たちこのファーストエイドのプログラムを会社員向けにやってるんですけど、まあ、このプログラムを受けますと、まあ、受ける前あと1ヶ月後こうした形でですね、うつのことを聞くようになりますし、まあ、場合によってこの死にたい気持ちまでちゃんと聞くという方も増えてるんですね。でこうした職場ができればですね、より心の健康が、まあ、支援される環境になるかと思っています。で、あと、まあ、最後ですね、後半、まあ、10分ぐらいですね、少し、この特にコロナ禍においての対応に関して少しお話しさせていただきます。で、ちょっと時間があと10分ぐらいありますので、この参考資料の部分ですね。で、ただより具体的にはですね、このファーストエイドのこのマニュアル、6月に出版しましたので、こちらを見ていただけると、うつへの対応、まあ、うつ以外の不安、まあ、統合失調症、アルコール依存、そしてまあコロナの対応も書いてます。で、今からですね、この在宅ワークにおける心の不調サインの気づき方ということで、これ、このマニュアルに載っててですね、オーストラリア版のファーストエイドの翻訳から我々がモディファイしたものを紹介します。で、実際今も、
こうやってオンラインで皆さんとつながってますけど、このオンラインのまあメリットとデメリットがあるわけですね。まあ、非言語的な表情やボディーランゲージの観察は電話やテレビ会議では難しいかもしれないので、口調や話し方に特に注意が必要ですと。で、ある人はいつもよりも早口で話していたり、自分の考えを表現するのに時間を要するかもしれませんと。ただコロナ禍で今のメリットで私たち感じているのは、このマスクをしなくてもいいと。これ顔の表情が見えるっていうのは、まあ、本当にいいですよね。あと今在宅ワーカーの不調サインはですね、まあ締め切りに間に合わないとかですね、時間外、特に深夜にメールが届く、こういうのだけでやはり有料サインじゃないかと考えることが大事です。で、これはまあ特にこのオンライン、この在宅ワーカーのためには、この定期的なミーティングっていうのをより積極的に頻度を上げてやることが重要かと思います。まあ、定期的な顔合わせミーティングですね。まあ、例えば、まあ、毎週月曜10時から11時とか朝とかですね、そうした形でもう毎回メンバーが揃う時間を作っておくと。で、さらに、ちょっと調子悪そうだなっていう方には、プラスアルファの時間も作るようにするといいかと思います。あと、まあ、管理職としてはですね、タスクを抱えすぎていないかというわけで、タスクの、まあ、構造化もより重要になってきています。で、まあ、慣れないビデオ会議では、その技術するときに戸惑うことがあるかもしれません。で、万が一うまくつながらないときは、携帯で話しましょうと。これはですね、さすがこのうつ病センターではですね、しっかりしていてですね、先ほど私、まあ、通じなくなったわけですけど、もう事前にこの携帯番号を聞いていました。で、あと、絵文字ですね。絵文字っていうのは実はちょっとリスキーで、相手にはですね、違った意味に通じるかもしれないということも留意しておいていただきたいと思います。チャット機能の利用にはちょっと注意が必要ということですね。で、まあ、こうしたオンラインでのミーティングで、いや、やっぱり相手はなんか調子悪そうだと思ったらですね、まずは今あなたのところに他の人はいないか、他の人に聞かれるような状況にないかどうかというのをきちんと確認します。で、できれば他の人がいない場所に移動できませんかという提案をしてみるといいと思いますね。で、ここでのリハーサルの話を聞く派ですけど、まあ、オンラインの場合には対面の場合に比べて、まあ、言葉で伝える役割が大きくなります。直接会った場合でしたら非言語的なメッセージ伝わるんですけど、なかなか画面上では伝わらないので、まあ、心配しているっていうことをまあ言葉で伝えると。で、先ほど言ったこの言い換えだとかですね、繰り返しを何度も使うと。あと声のトーン。あとうなずきもですね、普段より入れてもいいですし、この相づち、首を動かして分かってるっていう、伝わってますよっていうメッセージをこう伝えてあげると。まあ、ボディーランゲージですね。ということですね。で、あと、まあ、声のトーンで時間をかけて聞く。で、共感の伝え方の例ですけど、まあ、今の話聞いてると、まあ、今あなたにとってやっぱり本当に苦しい時ではないかと、まあ、心配ですと。ということを伝えてあげるということですね。で、もし会話が相手にとってあまりにも苦痛になり、会話を終わらせる必要があると感じるような場合には、後日、また今日も心配なんだけど、また明日連絡していいかということも伝えてあげてください。で、まあ、本当に切羽詰まって、これは本当危険だっていう場合には、どこにいるかということを聞くこともまあ大事でしょうし、まあ、こうした110番、119番とかですね。あと、ズームだけっていう場合にはですね、やっぱりズームのリスク、まあ、先ほど私の回線も途中で切れちゃいましたけど、プシッて切れちゃうんですね。ですから代替手段、特に携帯電話をきちんと置いておくと。まあ、これかなり本当に危機的な状況を想定していて、まあ、例えばズームの相手が、まあ、死にたいと言っていると。そういう場合にもう一つ携帯があるとですね、携帯で別な、ある別な人にですね、連絡が取れますね。ですから、もう一つ代替手段を身近なところに置いておくってことが大事です。
で、電話を切る前、LINE を切る前にですね、安全計画。で、もしこれ以上苦しくなったらどうしたらいいかっていうのを伝えてあげるってことと、まあ、相手との関係にもよりますが、まあ、可能である場合にはですね、通話後に相手にメールを送って、まあ、やっぱり心配ですということと、また何か相談に乗れますよということを伝えてあげると。であと、まあ、東京都にもあると思うんですけど、この命の電話など、すぐ利用できるサービスも紹介。まあ、これも重要かと思います。あとはですね、まあ、これはちょっと引きこもり予防、特に今の巣ごもり下においての、まあ、引きこもり予防として、私がみんなの引きこもりっていう、昨年出版した本にちょっと書いた、セルフヘルプですけど、まあ、まあ、規則正しい生活。これはですね、特に在宅ワーカーにおいてはもう、予定表まで作った方がいいと思いますね。あとは、ポジティブになれることを1日1回やる。まあ、運動、散歩でもいいし、まあ、ヨガ、家でできること。あと、まあ、ネットの、まあ、使いすぎにはやっぱ注意が必要ですね。あと、他方、この家庭内では、まあ、過密状態に結構なっていると思いますので、意識的にですね、一人時間を作ると。例えばこのように今から30分は一人の時間にしようとお互い宣言してですね、家族それぞれ別なことをやるというお一人様タイム。そしてまあ何よりこの抑うつ含むこうした不調サインが出ていないかということをチェックすると。あと最後にこのコロナ偏見自粛検査というのが一時期言われましたけど、私たちの最近の研究で、まあ、1000人規模のですね、会社員を対象にしたオンライン調査をやりました。ここで自粛した方がいいと思ってる気持ち、自粛しましょうという気持ちが強い人ほど、あるいは自粛警察的に周りの自粛してない人にこうイライラするという人ほど、実は本人が抑うつが強かった。まあ、先ほどの PHQ9、うつ病の程度を表す、うつの抑うつの重症度が高かったと。ですから、皆さんの中でも、過剰にですね、周りのこの、例えば自粛してない飲食店とかそういうのに腹が立つ。もしかしたらご自身が少し鬱的になっているかもしれないということを我々今見出しています。まあ、具体的にはまあこうしたチェックリストですね。これ当てはまる方は少し注意されたらいいかなと思います。あと、引きこもり度に関してもですね、我々質問票を作っていまして、これはですね、ちょうど今私たちの研究室のホームページがありまして、引きこもり研究ラボ、アットマーク9大っていうのでですね、引きこもり -lab.com。ここにですね、引きこもり度チェックリストを入れています。あと、まあ、先ほどの現代うつ、新型うつの気質チェックリストも一緒に入ってるんですけど、これもしやられたら、自動的にですね、入力したら、ご自身の状態が、出てきますので、もしお時間ありましたらやってみてください。あとは、で今日、まあ、メンタルファーストエイドの話を中心にさせていただきました。で後半少しこの私のこれはですね、まあ、このイラストはですね、実は私が医学部の頃、ちょっとプッチ引きこもってたんですね。そういう話をしたら、こうイラストを作ってくれたんですけど、まあ、皆さん自身がこの在宅ワーク等で、こうしたコロナ禍において、まあ、病的な引き込みにならない、まあ、コツを少し書いてますので、まあ、ご覧になっていただければ幸運です。まあ、今日のまとめですけど、まあ、職場におけるメンタルヘルスファーストエイドとしてですね、まあ、誘導サインにまあ気づいてあげること。そして、その時にまあ声をかける。見て見ぬふりをせずに声をかけてあげる。で声のかけ方として、話をまず聞くというスタンスですね。アドバイスする前に話を聞いてあげる。でその中で、うつとかの気持ちがないか。で、そういう可能性があれば、その可能性を伝えて、専門家につないであげると。で最後、まあ、ご自身でできることを少しお話しさせていただきました。このメンタルスファーストエイドですけど、岩手医科大学教授の大塚幸太郎先生が、代表として今活動しています。で九州大学の私の方では、特に医療版とか職域版の事務局として、まあ、企業の方々のこうした研修会等をやってますので、もしご興味ありましたらご連絡いただければ幸いです。
それでは以上、私のお話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。加藤先生、どうもありがとうございました。大変わかりやすい話をいただきました。この後ですね、少し時間を取っていただいていますので、ご視聴の方々、ご質問ございましたら、Q&A のところに書き込んでいただければ、加藤先生にお答えいただけると思います。どうぞどんなことでも結構でございます。今日は加藤先生からは、この、非常に今のコロナ禍という、状況の中に、ふさわしいといいますか、その、中で、特にその引きこもり、という観点でですね、何が役に立つのか、どのような対応を すべきであるかということ、特にメンタルヘルスファーストエイドのお話を中心にしていただきました。これは多分、職場の、メンタルヘルスに関わっていらっしゃる方、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんし、初めてお聞きになった方もいらっしゃると思いますが、大変具体的で、どなたにでも取り組むことができる内容だと思います。大変有用だと思いますので、ぜひ、ご活用していただければというふうに私も思いますけれども、いかがでしょうか。ご質問がありの方、どうぞお書き込みください。はい、一つまずいただきました。ちょっと開けてみまして、これは、ご講演ありがとうございました。MHFA 企業向け研修についてご紹介されているホームページがありますでしょうかということです。いかがでしょう。はい、ありがとうございます。メンタルヘルスファーストエイドジャパンのホームページがありまして、今ちょっとチャットに入れさせていただきます。はい。で、ただ今コロナ禍でですね、これまで我々こう対面で のコースをずっとやってきたわけですけど、ちょっと今ようやく少しオンラインでできる体制を作りつつありまして、なかなかまだ対面でやるっていうのは難しいですけど、今、オンライン研修をですね、随時進めています。ただ、オンライン研修をホームページに載せちゃうとですね、待ってくるので、ちょっと今、ホームページ上では、ちょっとごく一部の情報しか載せていないことも一緒にご了承ください。ですから、問い合わせでですね、今日こういう、セミナーに出たのでということを一言伝えていただけると、よりさらに情報を提供しやすくなりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。次のご質問です。引きこもりになってしまった場合、どのように回復していくか、プログラムのようなものはありますでしょうか。あ、はい、いかがでしょう。ありがとうございます。引きこもりになってしまった場合に回復プロセスですけど、やはり大事なのは、まずご自身の、多くの場合、例えばうつとかですね、対人恐怖とか、そうした心の不調を伴っている場合が多いので、そういった心の不調を治療していくことがまず重要で、ただ他方でそういうありながら、プラスアルファですね、家族支援。なかなかご本人がですね、受診、相談されないことも多いので、我々今家族向けにですね、引きこもりの親御さんが、今紹介したようなメンタルヘルスファーストエイド、勉強していただいて、そうするとお母さんたちがですね、息子さんに、適切な声かけができるようになるんですね。で、そういったプログラムも今開発しております。はい、ありがとうございます。それから次の質問ですが、ご講演ありがとうございました。MHFA の企業向けのプログラム、2時間ものとか12時間ものですね。これは周囲をケアするだけでなく、ご本人のレジリエンス向上にも役に立つものなのでしょうかというご質問です。はい、ありがとうございます。非常に重要なご質問で、ファーストエイドはもちろん周りの方に役立つのと同時に、私たち一人一人 のレジリエンスといいますか、セルフケアにも十分役立つと思います。実際ですね、このコースを受けた方々がおっしゃっているのが、
自分自身も少しなんか、まあ、元気になったというかですね、まあ、これまでやっぱ心のことに触れるのがまあ怖かったとか、しかしこうしたことを聞くことでよりちょっと安心して生活できるようになりましたって方が多いですね。なるほど、ありがとうございます。はい、それでは、まあ、ほぼ時間も来たようでございます。加藤先生、今日は本当に具体的ですぐに職場のメンタルヘルスに関わってらっしゃるスタッフの方々も応用できそうなお話をたくさんいただきました。ありがとうございました。どうも貴重な機会いただきありがとうございました。